どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はろ過についてやっていきましょうということで、再生領域中1理科ということですね。はい。ろ過、まあ、中学生でもわかりやすいようにということになるんですが、これ、何回も見ますが、中学生ね。はい。ろ紙を使って液体に溶けていないものは分離ということになります。これね、プロの方とかね、理科詳しい人とか言ったらはっきりはしますが、今時ろ紙を使っててやらんぞとか言いたくなるけど、それ、ちょっと置いといてもらえますかって話ですね。はい。中学生の理科でございますね。私もいろいろ言いたいことあるんですよ。はい。ということで、ろ過ということなんですけど、ろ紙を使って液体に溶けていないものは分離するよっていう作業をしているのが、要は、ろ過ね。だから溶けてるやつは下に流れていくと。溶けていないやつは、ろ紙の上に残ってくるよと。じゃあ、どういう原理によって成り立ってるんですかっていうと、こういう原理によって成り立ってます。はい。まず、これがろ紙だと思ってください。これ、ろ紙。で、この赤い点々みたいな、このサイズですね。溶けているものって本当にこう粒として小さいという状態になりますんで、この要するに、こう、ろ紙の要するに、このちっちゃい穴のところですね、スースースーと通ってくれるんです。ところが、溶けていないものっていうのは、この粒の玉がこう、でかいんですね。こう、ボーンと、でかくありますよということになるんで、このろ紙の上にこう、溜まっていっちゃう、こう、通り抜けることができないということですね。まあ、簡単に言うと、こう、太ってる状態みたいな。はい。ってことですね。まあ、600キロみたいなね。まず、600キロの人間とかなかなかいないですけど、はい。600キロの人間がこう、ボーンってね、ここのこの、取れないっていう風になってしまっているということです。このちっちゃい点々は、こう、スッとこう、下の方に降りていくと。いうことで、溶けているものと、溶けていないものを分離するためにありますよ、ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。